はい、どうも石原です。今回はとんでもないガジェットを手に入れたのでご紹介させてください。皆さん、エアコンってイメージつきますか？こんな感じのもので、明らかに家の中で使う電化製品だし、持ち運べない電化製品だというふうに認識していると思います。しかし、その認識もはや過去のものでございます。持ち運べる冷風の扇風機なんかは割とイメージがつくと思いますけど、今回は持ち運べるんです。エアコンが、冷暖房付きの持ち運べるエアコンが出たんです。それがトーラスのクーリフィ2というガジェットになります。早速こちらを開封しながら、性能面、機能面のお話と実際に使用していきますので、本当に涼しいのか、本当に暖かいのか、それらもちゃんと検証してまいりたいと思います。はい、ではまずこちら開封していきたいと思います。はい、では開封していきたいと思います。おー、2と書いております。こちらね、クーリフィーというものはこれ第2世代のものになりますので、旧型からの、まあ、スペックアップ進化したバージョンが今回登場したクーリフィー2でございます。 おなんかすげえかっこよく、卵みたい。うわ、はい、こちら、はい、なんかケース、あ、これがそのままケースになってるんですね。いや、かっこいい、これこのままケースになってますね。非常に作り込みもいいですね。はい、この辺トーラスのキーでしょうね。はい、こういうことですね。お、すごい、すごいな、こういうことになってな。なんかケースが質感むちゃくちゃいいですね。はい、じゃあ開けていきましょう。ここにカラビナもついてますね。開けていきます。よいしょ。あー、こうやって持ち運べるのやっぱりいいですね。持ち運び用ということで、さあ出てきます。はい、冷暖房付きエアコンということで、こんな感じ。質感はむちゃくちゃいいですね。これが、あ、はい、マジックテープになっていますので、この固定もね、簡単にできそうです。はい、こちらが、あ、本体になりますけれど。うわ、すげえ。すげえ。はい、で、アクセサリーの方が、はい、こちらでございますね。まあ、説明書。ね、トーラさんの説明書とかが入っております。はい、で、これが USB Type-C のケーブルなので、あ、こちらにあります。ここに USB Type-C の充電コネクタがあります。これは非常に助かりますね。やっぱり携帯する上で、ちょっとバッテリー系とか充電をちょっとこうしたいときに USB Type-C のケーブルならば、簡単にね、充電することができますし、モバイルバッテリーを持っていってもね、普通に使えると思います。はい、ここにトーラスと。あ、ここがね、ちょっとシリコン、ゴムっぽい感じなので、ここで首元の調整はするのかな、ここは。あ、で、ここが切り替えスイッチ。で、電源ボタン。で、ここから風が吹くのかな、ここにね、USB Type-C を入れて持ち運ぶということですね。なるほど、いいですね。なんかこのケースがなんかめっちゃかっこよかった。さあ、では早速ちょっとね、つけてみましょうか。まずね、まあ、バッテリー充電がどのくらいあるのか、ちょっと。あ、ついた。あ、うわ、聞こえますか。うわ、聞こえますか、もう吹いてます、風が。うわ、冷た、え、冷たくない、すごい、やばい。あ、で、こちらに充電残量が書かれております。 67% となって、冷た、冷えてる、これ。で、ここから、の風を吸い取って、で、この吹き出し口から風が出ているという感じです。聞こえますか、音。割と静かですよ、めちゃくちゃ静かです、これ。あ、冷たい、ほら見てください、ここ。わかります？ここもほら、こう、曇ってんのわかりますか？こう。冷えるとほら、湿気じゃないけど、ちょっと見えにくいかな？ちょっと。ほら、曇ってる。わかります？この、ね。冷たいからこそ、こう、曇るというか、その、冷えているという感じが伺います。もうめっちゃ冷たいです。はい。じゃ、これをちょっと装着していきたいと思います。はい、ということで、こちらこのぐらいのサイズになっております。はい、このぐらいの、いや、重さはね、まあ、思ってたよりは軽いですね。まあまあ普通に使えます。さあさあ、ちょっと一回ここね、電源入れて、ここ風浴びてみたいと思います、これ。あ、なるほど、そういうことなんだ。うわ、え、むっちゃあったかい。ちょっと待って、今ちょっと季節的に暑いから。うわ、むっちゃあったかい。え、何これ。うわ、めっちゃあったかい、これ。冬にあったら、これ最高じゃないですか。外で、ちょっとなんか作業するときに、これ。うわ、めちゃくちゃあったかい。ちょっと待って、何これ。あ、これで切り替えると。ここのボタンを押して、冷房、暖房を切り替えるということになってますね。あ、
はもう一瞬で冷えてきました。冷たくなってきました。はい。今ね、冷房ですね。こっちのボタンで、冷房と暖房、冷たい気持ちいい。冷房と暖房切り替えるんですけど、ここの電源ボタンを押すことで、風。うわ。なるほど。気持ちいいわ。これはね、いや持ち運べる。もうまさに持ち運べるエアコン。ここからね、風が、エアコンの風がこう出て、しかも、ここね、ここが冷たいんですよ。ここの部分が。あ、ここか。ここが冷たいんですよね。ここがむちゃくちゃ冷たい。なんかわかるかな？ここ風が吹いてるのわかりますか？髪の毛が長いから、ちょっと。わかります？なんかわかるかな？めっちゃ涼しい。これはやばいね。ここの鉄のところがむっちゃ気持ちいいから。うわ、これは。これがどんどんね、今このクーリフィーさん、この開発で今取り組んでるんでしょうけど、これが もう少し小さくなったりしていくんでしょうね。うん。これはまだね、開発段階と言っていい。ただ、ちょっと大きさはあると思うんですよ。ヘッドホンよりもとは言いませんけども、やはり大きさがある分、ちょっとつけてる感は否めないんですけど、むちゃくちゃ涼しいです。すごいな。じゃあもう一回ちょっと暖房に切り替えてみましょう。チーンって言うんですね。あったあった、早っ、暑っ、早っ、これすごいな。まさにね、わー、これは北海道的な。これちょっと汗かく。ちょっと待って、汗かいちゃうわ。汗かくからちょっとクーラーのバージョンに行きましょうか。音聞こえますか？今からちょっとね、静かにしますから。今ね、今普通でいきます。そして、はい、レベル2、そしてレベル3です。何これ、気持ちよくね？え、ちょっと、いや、これはね、すごいすごいばっかり言ってますけど、結論ですよ。もうすみません、ちょっと結論が遅くなりましたけど、本当に涼しいのか。めちゃくちゃ涼しいです。はい。本当に暖かいのか。めちゃくちゃ暖かい。これは真夏は最高でしょうね。首元に濡れたタオルをするとか、あとこう水に濡らしたら、そう涼しくなる、なんか濡れタオルみたいなのあるじゃないですか。それよりはもう全然こっちでしょうね。もう、まさしくこれでしょうね。だからちょっと外での作業が多い方とか、まあ、外にちょっと外出するときに涼しくないといけないとか、まあ、いろんな状況が想定されると思うんですよね。暑いとき、そして寒いときっていうのは。まあ、外出でこれファッションみたいにつけなさいよとまでは言いませんけども、なんか暑いなと思った時にエアコン、クーラー。あ、寒いなと思った時に暖房。この使い分けは非常にね、まあ、外出のちょっとこの億劫さっていうのをね、取り払ってくれる。もう寒い時は暖かいし、暑い時は涼しいし、これはちょっといいですね。非常に。いいか、ちょっと風を弱めて、喋りましょうか。ちょっと暑いんで、これ下側ちょっと喋りましょうか。いや、非常にいい感じですね。めちゃめちゃ。で、皆さん、性能についてもね、ご紹介していきたいと思うんですけども、色が、ブルー、ブラック、ホワイトあります。これはブラックになっております。これはデュアルクーリングシステムというものを、ね、使っていますので、ペルチェ効果クーラーというものを2台搭載していると。猛暑には暑さを和らげて、はい、もう和らいでます。厳しい冬には寒さをしのぐ。いや、まさにね、これはもううってつけの持ち運べるエアコンです。これはまさしく。そして、モードの展開なんですけども、まあ、3つのね、モードあります。風、冷却、加熱の3つのモードが搭載されております。で、1.5 センチの羽なしの扇風機がついてるんですよ。1.5 センチの羽なし。風がビュンビュン、ここから上がってくる。そして、ここのプレートで冷やしてくれる。で、もちろんね、付け心地についてなんですけども、思ったよりね、重くないんで、ネックレスをつけてるみたいにめちゃめちゃ軽いわけじゃないですけど、ちょっと暑いな、ちょっと寒いなっていう時にこれを装着しておけば、これをつけているという感覚はもちろんあるんですけど、それ以上に得られる効果の方が高いので、ヘッドホンをつけるみたいなもので、ヘッドホンつけたらやっぱりこう重たいじゃないか、それなりに。そういう感じで許容範囲であります、重さはね。たった3時間ほど、こちらをまあ充電しておけば、冷たいする気持ちいいな、充電しておけば、最大で14時間も使用ができるということになってます。冷却の場合は4時間、で、加熱の場合が8時間、だから送風の場合は14時間持つということになっているので、まあ、非常に電池持ちはね、ちょうどいい感じになっております。涼しいです。風が吹いております。で、こちら外出だけじゃなくて、環境問題とか健康問題もそうだと思うんですけど、家の中にいると、ちょっと冷房をつけすぎて寒くなっちゃったり、暖房をつけすぎて乾燥しちゃう場合あると思うんですよ。だから暖房までつける感じはないんだけど寒い。冷房までつけたくないんだけど暑いみたいなところに、これをね、家の中で装着してくるとちょうどいい。
涼しさ、そして暖かさを手に入れることができるんじゃないかなと僕も思います。内蔵式の LED のディスプレイがもちろんあるので、今どのモードにあるのか、そして充電はあと残量どのくらいなのかっていうのも数字できっちり分かるようになっております。はい、ということで持ち運べるエアコン、まあここのプレートが冷たくなる、うわ冷えてるで、送風も使える、そしてここがヒーター暖かくなるので、非常にね冬夏におすすめできる便利なガジェットの一つとして、これむちゃむちゃいいです。なので結果としてはあまりも予想を上回る出来の良さ、もう本当に気持ちいいし、そして暖かい、これね冬に試すのがちょっと楽しみなぐらい、ちょっと寒いところに出かけてここでヒーターでぬくもるみたいなことをねできるって考えるとすごくなんかいいです。で今後ね僕ねちょっとプライベートで外出する用事とか結構あるので、そこでこれちょっとね持ち運んで優雅に過ごしてみようかなと思います。いや非常にこれはね驚きの満足度、本当にびっくりしました。ということでこちら今回トーラスのクーリフィ2、こちらね、概要欄に公式ページのリンクとか Amazon のリンク貼っておきますので、夏、冬に最適な持ち運べる冷暖房エアコン。ここのプレートの部分が暖かく、冷たかったり、暑かったり、ヒーターみたいなね、役目を果たすのと、ここから風を送って、よりね、その冷たさを引き立たせてくれるというガジェットになっております。ぜひね、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。石原の方はこちら、大満足でございます。ということで皆さん、本日も最後までご視聴ありがとうございます。そしてトーラスさん、便利なガジェットありがとうございます。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。